いらねえのエンタメ応援チャンネル。こんにちは。もういらね、始まる前からこんにちはの練習するのやめて。なんかさ、こんにちはってどうやって言ってたんだっけと思って隣でこんにちはの練習をね、もうマイクがオンになってるからこんにちはやめてよ、もう本当に。でもさ、みーちゃん、暑いよね名古屋。ほんと暑い。東京も暑いけども、うんうん、やっぱり名古屋着いた瞬間にちょっとやっぱり体感こっちの方が暑いかなっていう、湿度なのかっていう気がしました。実はね、名古屋、うん、ついに今日で、うん、23日間連続猛暑日、うん、35度以上の日が続いた。そりゃ暑いわ。そりゃ暑い。東京ほらこの間台風があったんで、あ、でも涼しい。あの時にちょっとね、やっぱり温度少し下がりました。あ、そう、うん、いいな、いい、よくはないんだけど。まあ暑いんでね、とりあえず飲みましょうよ。飲みましょう。あ、そうだそうだ、はい。本日僕はですね、またいつも大好きだから水神ソーダです。私はこれ期間限定の、はい、氷結の塩ライチ。あ、美味しそうだね、それね。美味しいやつでしょ。美味しいやつだね。じゃ皆さんもお酒を準備してください。暑いんでね、もう早い時間から飲んじゃいましょうよ、はい、もう本当に。またか、今回もさ、うん、なんであのビールじゃなくて、うん、チューハイなのって思うでしょ、うん、もう煽ってから来ました。そうそうそう、一杯だけね、一杯だけ。いないと待ち合わせした瞬間に飲んじゃったもん。不謹慎だよね。すいません。じゃあ皆さん、はい、よろしいですか、ご準備の方は。本日もせーの、乾杯。うまっ。おいしい。はい、スタッフさんがちゃんとコップまで冷やしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。さてさて、はいはい、先にね、あの本日もこちら、はい、X からコメントを募集しておりますので、見てくださっている方、はい、ぜひコメントをください。読ませていただきます。そして質問などあったら答えさせていただきますので。基本的にね、 NG なしの予定ですけど。そうです。あのギリギリだよ。でもない。そうですね、 NG。 そうだな、私の体重ぐらいかな、言えないの。あ、そう、うん、僕性別。なるほど。ふざけてんな。どんな番組で性別言えないってやつって。変でしょ。そういうのね、はい、さっきさ、はい、放送始まる直前にさ、あの来るは大輔さん、はい、あの地元のタレントさんで、うん、はい、でもこの、 あのここはさ、遠藤寺本町商店街の商店街の中にあるね、うん、ブースなんだけど、はい、すぐそこでね、ハテナっていう、うん、あのマジックバーやられてるんですよ。ほうほうほう、はい、マジシャンでもあるんですよ、うん、その方が突然やってきて、うん、これ知ってます、これ。フリスク、フリスク、フリスクのドリンク、炭酸ジュース、炭酸水、炭酸水、これがね、それはスースーするの。スースーすると思う。これはなんとよく見て、大道ドリンクとのコラボレーション商品なんですけど、うん、ちょっとさ、飲んでみようかなと思って、うん、飲んでみて、せっかくもらったから、うん、ちょっと開けてみますね、うん、いなね、食レポ下手だからな、ちゃんと表現できるかな。甘い、甘さもある、甘さちょいやり、うん、あの後味がフリスク。スーッとくる、スーッとくる、スーッとくる。これさ、うん、あれだよ、あの焼酎で割ったら美味しいかも。あー、焼酎をこれで割るのね。これで割るの、うん、こう美味しいかも。焼酎とか、炭酸の代わりに、そう、それこそジンとかさ、うんうん、透明系のやつ、うん、いいかも。透明系、透明系のやつ。透明系のやつ、まあ、合うかもしんない。じゃあそれを今度やってみてください。で、それを食レポしてくださいね。あの、ま、後味がさーってフリスクなのね、これね。さーってフリスクだ。これね、聞いたらね、なんかどっかのコンビニでね、たまたま売ってたから買ったけど、うん、今もう置いてなかったっていうから、あんまりだ本数置いてないんですよね。試しにこうコラボした感じかもしれないですね、大道さんがね。見つけた方はぜひ飲んでみてください。はい、あのお酒で割ってください。普通に飲めって。別にお酒で割らなくてもいいだろう。まだまだここフリスクの味するの。あ、いいですね。いいでしょ。清涼感があるってこと。清涼感があるってこと。なるほど、うん、あ、そうそう、そういえばさ、うん、あの今日ミミちゃんがね、東京から来てますけど、ミミ、うん、ちゃんが東京からこちらに来るための交通費、うんうん、ご協力していただいている方々のご紹介を、ね、はい、してしないといけないですね、はいはい、スナックあや様、居酒屋竹とんぼ様、鈴木ゆい様、鈴木かい様、福安のにの様、鳥かい様、そして二階堂様から
お経さんいただいております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、あの鳥海さん、はい、鳥海さん、あの稲姉のお友達、お友達、そう、うん、鳥海さんがね、いつもさ、あのハンディのこう、あ、じゃあ扇風機、サーキュレーターみたいなですね、うんうん、持っててさ、それすっごくいいなと思って、はい、いいですねって言ったら、うん、あ、持ってきてくれて、はい、2つミミちゃんの分までもらっちゃいました、はい、じゃあ見るこれ埋めてちゃっちゃれー、これすごい優れもんなのよ。ここがね、これがすごいよね。そうそうそう、これね、名前がですね、うん、100段階強風ペルチェハンディファン100段階ね。100段階なんですよ。すごいこれ。そう、ここね、うん、ここよく見るとここにボタンがあるんですけど、うん、ここのボタンのスイッチの方、うん、充電式ね、これね、充電式、ここ、そうそう、このタイプ C タイプ C で充電するんですけど、うん、こっちのスイッチのこね、うん、パチパチって2回押すと、ほらもう風が始まる。で、ここでずっと長押しするとだんだん風力が強くして、ここに数字が出てて今に、うん、20でこれだし、音が結構めちゃめちゃ涼しい。100までいく、はい。それでこっち側のね、スイッチじゃない方のこっちのボタンプチッと押すとね、こう緑のランプがつくんですけど、うん、これエアコンになるんです。ハンディエアコン。そう、あのね、ここがね、急速にあったかくなるの。冷たくね間違えた、冷たくなるの。そうだからさ、でこ、こ、そうそうそう、めっちゃ冷たいのこれ。こう、あのさ、なんか熱中症になりそうの時さ、すごいよね。で、ここが冷えてるから出てくる風も冷たい。そうそう、普通のさ、あのハンディ扇風機ってさ、うん、同じ温度の風がね、うん、来るだけで、ここはね、ここ通してエアコン通してここまで来るっていう、すごい優れもんでしょ。これいただいちゃいました。そうそうそう、鳥海さんありがとうございます。ありがとうございます。で、僕ね、これ1日使ってみたの、うん、あの、まあ、つけたり消したりしてもいいんですけど、はいはい、普通に1日持ちました。あ、充電は充電は、うん、そうそう、でこんだけハイパワーだからね、充電してもどれくらい持つのかなっていうのは皆さん心配だと思います。100でずっと使ったらあれかもしれないけど、うん、100もいらない。いらないですもんね。30から50ぐらいで全然、うん、涼しいですもんね。涼しい、本当に。これ本当ここが冷たくなるの最高。ね、いいね頭普通の人やらない。やらない。髪の毛あるからね。普通の人は髪の毛あるから大体こうなんだけど、そうそう、いらねえここだから。これね、まあ、やらしい話、うん、ネットで調べたわけですよ。うん、そしたらいくらぐらいするのかな、いくらぐらいするのかなと思って、うんうん、そしたらね、だいたいね、送料込みの3980円ぐらい、うん、で、安いのだとね、送料別で2500円ぐらい、うん、だから定価をよく見ると、あの6580円ぐらいでね、一般で売られてるみたいなんですけど、うんうんうん、結構高価なもんだよね。本当に鳥海さん、すいません、いつもありがとうございます。色も2種類あるね。そうそう、私はこのグレーに紫が入ってで、僕はこのグレーにシルバーなんですね、うん、グレーもちょっとね、色が濃さが違うグレーで、違うですね、うん、ハイライトグレー、いいでしょ、これもう十分これです。ありがとうございます。ありがとうございます。さ、ではでは、ではでは、今日は何の話からしますか、稲ね。あのね、ミミ、うん、ちゃんがさ、急に僕に写真を送りつけてきて、はいはい、まあちょっとね、いい写真が撮れたので送りました。まあまあ、それはそれで後で見せるとして、ミミ、はい、ちゃん、うん、はい、あの五所川原のねぶた祭りに、はい、立ちねぶた、立ちねぶた祭りに行ってらっしゃいましたね。入りましたね、久しぶりにねぶたに、まあ、去年からねぶたはほら、うん、コロナ明けてから再開はしてるんですけど、去年はちょっと帰れなかったので、はいはい、うん、今年帰らせていただきました。お、なんかほい、はい、あ、こもこちゃんから、あらま、ゆみさん、稲姉さん、こんにちは。暑い日が続いているので、お二人ともお元気かな、どうかなと思っていたのですが、アズーリの番組告知 X の画像を見たら全く心配がなさそうだったのでよかったです。コモコちゃん元気休まってしない、ね、本当にね、うん、こんな暑いからね、ほら、チンドラさんはさ、やっぱ着物着てやってるし、まして炎天下で ね商店街とかやられたりとか、ね、歩いたりするからね、コモコちゃんたちもあの体調気をつけてください。そうそう、あのコモコちゃんたちのさ、うん、あのなんていうか、弁天屋さんっていうとさ、うん、ルート66の映画、うんうんうん、ね、来年か再来年か公開するみたいな、ね、ちょっと楽しみですよね、うん、元気で体調崩さず、はい、夏を乗り切りましょう。イエイ、よし、はい、まず お話を続きなんですけど、はい、それで何、あの、うん、立ちねぶたね、書いて、あの久しぶりに、コロナ明け久しぶりに、そう、あの50周年、うちの父の50周年で、うん、青森公園では青森帰ったんですけど、ねぶたの時期に帰ったのは本当にコロナ前からなので、うん、何年ぶり、4年ぶり、5年ぶりぐらいになるのかな。コロナが始まったのがね、2010年、緊急事態宣言は2019年の終わりに、あの
なんだっけ、船から出たんじゃなかったっけ。それはね、2020年の2月、まだ覚えてるの。なんで覚えてるか知ってる？その時僕舞台の公演中だったの。明治座に出てて、川中美幸さんの公演があったのね。それ、その2020年の2月の1ヶ月公演で、うんうんうん、貸し切りがね何回2ヶ月何歳は違う違う2月また噛んじゃったの。2月にさ、うん、2020年の2月に川中美幸さんの公演に出させていただいて、うん、1ヶ月公演ね、うん、で貸し切りがやっぱりちょっとあれだねって言って、船から出た、何とか出たってことで、うんうんうん、貸し切りがね2回ぐらいね、うん、あの なくなったのがあって、だすごく覚えてる。2020年からお祭りやってないので。あ、そっかそっか、うん、だから、うん、20年21年22年23年4年ぶりぐらいか。5年ぶりぐらい。そう、久しぶりにね。どうだったの？やっぱりいいですね、地元のお祭りは最高でしたよ、ね、だってさ、立ちねぶたって僕さ、あの、うん、立ちねぶた資料館だったけど、うん、なんだっけ、立ちねぶたの館、館、うん、あの普段はさ、立ちねぶたの、あのお祭りがない時はさ、うん、あのその館にね、館の中にあるんだけどさ、うん、すっごい大きいもんね。大きいです。4階か5階ぐらいまでエレベーターで上がるって、ね、ちょうど上と、そうそうそう、スロープで降りながらだん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 こう全体見ていくっていうね、うん、見るんだけど、すごいなと。あれが館がバーッと開くわけです、横が、壁が開くんです、あれ、あそこの館が。そっから出てくるんです、あの三段。その資料館の建物が20メーター分の扉が開くと、はい、そうです、そうです、ガーッと開くんです。へー、まあ、そっから出てくるとこも圧巻ですよね、だからね。あ、そうだよね、うん。でそこにさ、うん、今年、はい、あのあれなんですよね、あのみゆちゃんのお父さん、そうなんです、閉会式で、うん、あの一応その立ちねぶたの、テーマソングっていうんですか、はいはい、そういうのを歌わせていただいてるので、毎年オープニングイベントだったり、その最後のイベントだったりっていうので、この立ちねぶたという歌を歌ってたんですけど、はあはあ、まあ、父もそれ久しぶりに、まあ、閉会式で今回歌うっていうことで、父も帰りまして、はあはあ、一緒に、その時の写真がこんな感じ、うん、スリーショット写真、はい、そうそう、これ直樹くんとあれじゃん、かよこさんもいるじゃん、かよちゃんも。そうなんですよ。何、よしファミリー3人揃っていったわけ。そうなんです。さ、ステージの後ろにもお客さんいっぱいいるじゃん、はい、そうです、そうです。こっちのステージの前かは、前ももっともっといます、もっと、すごい、あの桟敷席みたいなのもあるので。ああ、そう、はい、特設のね。へえ、直樹くんに会いたかったな。でしょ、いいな、これでしょとか言ってオタクあったんだもんね。なかなかこういうお祭りの格好してる直樹くんもね。ね。こう鉢巻きとかしちゃってね。似合うでしょ。似合う、かっこいい。何やってもかっこいいから。そうだ、何やってもかっこいい。何やってもかっこいいから。何にあげてる。にあげてるでしょ。もう本当、何やってもかっこいいんだから。そうなんだよ。いいなぁ。だってあのあれでしょ、吉さんの、うん、作詞作曲した立ちねぶたっていう歌は、うん、もちろんこ今ここで歌ったの。そうです。だから立ちねぶたの歌を3人で歌った感じですね、うん、3人で、うん、3人で、だから翌日に、チャリティーコンサートがあったので、それにもこの2人が出演することになってたので、あ、そうかそうか、それも兼ねて、まあ、2人もこの時に一緒にじゃあ歌うかっつって、その時のポスターの画像なんか出てきちゃう、これ、はい、チャリティーコンサートの ね翌日のこれ これですね、はい、これで2人が出ることになっていたので、まあそれで、まあ、前々日から来て、はいはい、じゃあそういうことで、あのそのステージにも3人で上がれたってこと ね、あのさ、なかなか貴重ですよね。聞いたら、うん、あの調べたらさ、うん、この五所川原のふるさと交流県民センターの大ホールってさ、うん、1100人ぐらい入るのよ。結構入ります、大きいですね。やっぱ満席？満席だったんですよ。あ、本当パンパン？パンパンでした。だから、ね、私結構ね、あ、ミミもこれ行くの？なんて地元の友達に言われたんですけど、うんうんうん、あの入れません、入れませんというか、やっぱり青森の地元の人に見てほしいじゃないですか、うん、せっかく ね、だから、うんうん、私とかが一人でも多くね、よければ、うん、座れるわけですよ、ね、ね、ちょっと体も大きいしね、ちょっと幅取っちゃうし大きなお世話だわ自分で言ってんじゃん、ね、だってほら娘も連れてったから、そうです、みんな見るとなると3席取ることになっちゃうから、それだったらやっぱりちゃんとあのファンの方で見に行きたいという人に見てほしいので、私は今回は見なかったんですけども、へ、うん、大盛況でした。ね、うん、さ、あの僕気になってることがあってさ、はい、ミミちゃんから送りつけてきた写真というのがあって、はいはいはい、なんか気に触ったことありました？ありますね本当ですか？これじゃないですよ。これじゃないですか？これですよあなた言ってましたね、そういえば、はい、あ、なんて言ってました？私、うん、
沢田直樹くんとねプライベートで家族と一緒にいる時には、うん、なんかさあれで申し訳ないし恥ずかしいから、うん、ツーショット写真って撮れないし、うん、ツーショット写真撮ってなんて言えないのよね、うんうん、とか言って、うん、しっかり撮ってんじゃんこれ、うん、あのねはっきり言った直樹くんに、うん、稲根に焼き餅を焼かせたいからツーショットで撮ってってお願いした。はい焼き餅焼いておりますこれさやりすぎなんだよね。なんでいいじゃん控えめじゃないちょっと。でこれもう一枚あるんだよね。なんだこれ頭つけちゃってんじゃんこれ肩に。いややっぱり焼き餅焼かせるためにもうちょっとこう、うん、くっついた方がいいかなと思ってもう一枚つってもう一枚取ってもらってやりすぎじゃないこれ。あ CD 買ったちゃんと。え CD 買ったちゃん買ってないか。ファンの方怒るよこれ。これはだってほらプライベートのもう打ち上げの段階だから。これ何何の打ち上げどっちの、うん、これはねどっちだったっけな。コンサートの。いやこれはコンサートじゃないな。八人豚のステージに上がった時の打ち上げ。あじゃあどっちだったかな。そうじゃないどっちなんだろう。あこれは、ね、あそうだ8日8日8日ね、うん、8日うん8日だから立ちねぶたの歌い終わった後、うんうん、後に、うん、これ五所川原の料理屋さん。料理屋さんなんていう料理屋さんなの。忘れちゃったな。お世話になってるのに。すいません。ちゃんこ屋さんです。あ、ちゃんこ屋さんね。はい、ちゃんこ屋さんです。美味しいお店があるんでしょ。美味しいお店があるんですよ。ね、だってさ、海鮮物がすごいんでしょ。うん、美味しい。やっぱりね、北だし、その日本海側のなのでうちの方は、はい、そっちで取れるね魚はうまいっすよ。あ、そうですか。うん。なんせね、例えばチェーン店の回転寿司に行ったとしても、うん、やっぱり出てくるもの地元から仕入れた方が安いじゃないですか。はいはい、違うんですよネタが。ものすごいクオリティなわけ。そうですそうです。あのその新鮮で。そうですそうです。だから取れたものがやっぱりだから向こうだとホタテとか美味しいですもんね、はいはいはい、普通に。あのさ2022年にさ吉幾三さんのさ、うん、あの公演舞台でね、うん、青森行った時にさ、はい、お寿司屋さん二人で行ったじゃん。お寿司屋さんも言ってないけど。お寿司屋さんねお二人でその時に出てきたさあのあれホタテの握り。もう痺れたもんね。ね甘くて美味しいですよね。プリプリも熱くてさ。うんあれってさ高いだろうね。それがやっぱ地元で買うとそんなに高くないですよ普通にスーパーで売ってるやつだったらね。あの買い付きで新鮮なものっていう感じで買うんだったらもしかしたらちょっと値が張るかもしれないですけど、うん、別にむき身とかでも売ってますしお刺身用で。あそうなの。大間のマグロもあるしね青森ですよね。大間のマグロはねやっぱり取れないのでそんなにで、うん、大間の人が食べてるかもしれないですけどあの湾の中のことを上の下北半島にあるんですよね上の本当北海道よりの、うん、あんまだから食べたことないですよ大間のマグロって。あそうか 2,3 回くらいしか食べたことない。だって五所川原だもんね、はい、いいなそれであんたたちあのその海鮮を使ってバーベキューしたんだよね。そうバーベキューもしちゃいました。そのほら撮った動画も送ったじゃないですか今ね。それ見てまた焼き餅焼いちゃったの、うんうん、あの吉幾三さんがね昔有名になったさ、うん、あの、はい、青森にね、うん、ホワイトハウスのような大御殿を建てましたって、うん、あの雪国が大ヒットして、はい、すっごい何百坪のところに何百坪の家建てたっていう真っ白な家を五所川原のあんな畑の真ん中にあんなすごいの建っちゃったのみたいなさすごい家のお庭が何百坪もあるお庭。そんなないっすって。えそんなにないっすよ。何百坪あるよそれ。だ僕行ったもん見たもんあこれ300坪ぐらいある何庭だけでって思った。そこでねみんなでバーベキューやったのよ、はい、バーベキューやりました。それさなんか、まあ、ちょっととりあえずその時の動画見てみる。動画見ましょうよ。じゃあちょっと動画どうぞどうぞ。ミミとミンちゃんのエンタメ応援チャンネル。残念ながら、あもう一人座った。イエーイ、イエーイ、イカホ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 温泉ロケじゃない、今回は青森でーす。これが青森の家ですね、これ。映ってますね、これ。ホワイトハウス。映ってますね、これ。ホワイトハウス。映ってますよ。そして今日はですね、まずバーベキューを今、開催しております。ひなねえ、怒れたらよかったけどね。ごめんね、ひなねえ。ごめんね、ごめんね。ひなねえの分も食べとくからね。食べとくからね。食べて飲んどく。食べて飲んどくって。なんと、みよこさんが今回ね、参戦ですよ。前回、あの時に、そうなんだよ。青森県の時に、このお家には来れなかったので。来れなかったの。うん。
あの忘れ物してそれを託してそしてとごめんなさいお先に帰ることになりますって言ってもあったんで、これその後ホワイトハウスだったんですよね。念願で来れましたんで、なんか風呂上がりみたいな感じで、またもう首巻いたもんということで、またの後ほど後ほど人の屋敷で何やってんの。すいません、勝手に YouTube 撮ってました。ダメだよ、ちゃんと払わなきゃ払わなきゃいけない、払わなきゃいけないみたいな。すいません、そちらの支払いだけお願いします。それではまた後ほどお肉ができたら。そう、やばいやばい、ね、やばい、いいわ、やばい、あちゃーん、イエーイ、かんさん、イエーイ、そしてナオキュー、イエーイ、ナオキューが作ってる。これ熱くねべ、これ熱くねべ、ダビさ食べるね、いいものも来たべ、おい食べれ、食べれ、はい、サザエ食べれるそうです。サザエ焼けたよ、食べてます、食べてます、食べてます、はい、猫舌なんでまだ食べれません。ヨクさんのご主人はあれですか、 YouTube 出ても OK ですか、うちの番組大丈夫ですか、ありがとうございます。 OK なんですけどね、ギャラ高いんです。あ、そうなんですか。すいません、今日これ食べ物でなんとか、飲み物と食べ物でなんとかお願いします。出場はそちらでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミミと、うまそうに食うな、本当にもう首からタオル巻いてずっとね、こう焼いてましたからね、ずっとね、汗だくでしたよ。あ、そう、はい、でも美味しそうだな、さすが。いや、美味しかった。五所川原だけに。あのサザエはどこで売ってるのね。あれはね、サザエはね、誰かが今日バーベキューやるっていうのを言ったら、知り合いの方がね、くれたみたいです。こんな箱で。すごい、すごい量だったもんね、うん。食べても食べても減らないぐらい。まず順を追っていきましょう。はい、みっちょ、なんでいたの？みよこさんは、多分、なんかの、あ、前回父と会った時に、うんうんうん、そのねぶた良かったら見に来なよみたいな、うちの父がまあ軽く声をかけたんだと思うんですけど、うんうんうん、行こうかなみたいになって、うん、で美穂さんほら車運転好きじゃないですか、うんうんうん、だから旦那さんとマネージャーさんと車で行くって言って、うん、でもやっぱ五所川原のホテル取れなくて、うん、弘前かなんかのホテル、うん、あ、そうだったんだ。そこからちょっと通ってましたけど、へ、なんでせっかく来てるんだったらじゃあバーベキューも声かけたらっていうので声かけさせていただいたんですけど。あ、そう、うん、なんでマネージャーさんご夫婦で行くのは分かるでしょ、はい、マネージャーさんご一緒じゃないですか。いやー、なんですかね、なんか、うん、でも撮ったんじゃないですか、なんかそう YouTube、 そうか、 YouTube 撮影しながら車でほら青森まで行くっていうのを多分美代子さんの ね YouTube でまた見れるんじゃないですかね。あ、じゃあ、美代子さんの YouTube で多分その模様があると思いますけど ね長距離ですからね。それで、はい、美代子さんと旦那さんが最後に出てたでしょ、はい、ね、松井哲也さん、はい、僕アクション、ね、出身なので、うん、松井哲也さんと言ったら、うん、もう伝説のアクション俳優さんですからね。私でもあんまり存じてなくて、存じてない、はい、すごい方よ。旦那さんとしか認識がなかったんですけど。あ、そうなの、はい、確か倉田プロ、当時ね、倉田プロかジャパンアクションクラブかってこういうような時代だった時の倉田康明さんの倉田プロに弟子入りされて、うん、香港に渡ってね、香港のね、十福星ってあのサモハン金峰とかあの辺が出てる映画に出演されてたりとか、うん、それこそ最近さ、あのヒットした映画 あのミッシェル、なんだっけ、ミッシェル・ヨーさんだっけ、ごめんなさい私わかんない、その方が主演してる映画で、日本人のいわゆるあのなんか親衛隊かなんかの、うん、こう司令官の役をやったりとかね、もうあの香港とか日本を股にかけて大活躍されてた俳優さんで、最近はね、うん、もう途中年齢もあれなので、うん、アクション監督とかされてるみたいなんですけど、もう誰もが知るアクション業界
ギャラ高いらしいんで、ね、ギャラ高いマネージャーさんが。そうでしょ、今回はノーギャラで。ノーギャラで。お酒と、お酒は飲まないんだ。だからお飲み物と、あの、焼き物で。あ、そうなの？接していただきましたけど。安くやったね。安くやってしまいました。でもみんなアクション業界の人みんなほんとご存知だと思いますよ。はい。すごい。続いていっていいですか？行ってください。はい。はい。なんかあと気になるとこありました。はい。はい。直樹くんが作った、はい、もつ焼き、うん、食べたいよね。美味しかったな。食べた、食べましたよ。いいな、もうめっちゃ美味しかったって、うん、なんかさ、動画送れた時の一番の焼き餅ってそれ。怒るよみんな。私はここで流すための素材として、うん、取ってくるよって稲根に言ったじゃないですか。はあ、はい、まあすごくありがたいことなんですけどね。何かご不満でも、あ、ファックス届きましたね、はい、ファックスね、うん、ファックスね、あの X ね、ごめんなさい、 X ね、ファックス、はいはいはい、アナログだな、結構ですか、あ、これはアキちゃんじゃないですか。誰、アキちゃんって。アキちゃん、ルベールでの、おー、アキちゃんね、アキちゃんですよ、はいはいはい、ミミさん、稲田さん、こんにちは。質問じゃないですが、めちゃくちゃ美味しそう、お腹空いてきました。でしょ。ほら、別に焼き餅焼いてない方もお腹すき、ね、入ってきて美味しそうでしょ、サザエね。アキちゃん、これ2回目だからね、多分。あ、そうだよね。そう、この私たちのやつにこれをやるために、うん、X を始めてくれた人だ。そうなんだよね、そうだったね。アキちゃん、どうもありがとうございます。また東京で、ね、また東京で、また東京で、また僕もルベール遊びに行きますので、はい、その時にお会いしましょう、ね、ありがたいね。そうなのよ、今ね、そうなのよって何の話したっけ。焼き餅焼いた動画ね。そうよ、もう。でも超楽しくて、うん、ちょっと楽しそうなさ、写真もさ、撮ったからさ、はい、ちょっと見てほしいんだけどな。ほら。みんなプライベート感満載でしょ。あれ、手前から誰？私。はい。みっちょ。はい。かよちゃん。はい。なおきくん。あの後ろ誰？うちの姉です。出た。くう。くうです、くう。あの入り方、くうちゃんらしいね。でさ、これさ、また写真送られたのがさ、またさ、あのお宅の何、あの吉ファミリーが本当に、ね、血縁関係なんですけど、はい、すっごい変顔好きだよね。そうですね、強烈よ。ちょっと見てこれ、変顔写真。なにこれ。ゴリラとオラウータンじゃんこれ。なぜか高齢でね、撮ってしまうっていう癖が。だって普通女の人ってこういう顔をあえて撮らないもんね。そうかな、うちは普通だからあんまり気にしたことないですけどね。ヨシさんもこの顔するしね。みんなしますからね。みんなするからね。まあまあ、こんな楽しそうだな。楽しかったですよ、うんうん、あ、外から手を振ってくれてる人がいますね。ありがとうございます。いや、本当にね、バーベキューってやっぱり、あれ、中西学さんじゃん。楽しいなって。中西学さん、新日本プロレスの。全然気づかなかった。手振ってくれてるから。うっそ、手振ってたけど。うわうわ、もう。してこんなとこにいられない。いられない。野人、野人ですから、野獣だ。野人って中西学。うわ、すごい。今ちょ、あ、この後ね、あれなんですよ、7時からの放送、うん、6時から、この僕らの放送の後が、うんうんうん、中西学さんの放送なんですよね。へえ、そうなんだ。そうなんだ。生で初めて見た。すごい興奮してます、ね、興奮してます。今日興奮してさ、もう全然最近進んでないけど、時間大丈夫かな、これ、ね、いいね、もう押し押しで後半のことやらなくていいの。そうだね、違うか、ダメ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 、ね、とりあえずさ、これさ、うん、あの青森の話はさ、また積もる話もあるとは思うけども、そうね、うん、ここら辺にしといて、はい、直樹くんのさ、はい、ちょっと宣伝を しようじゃんっていう話なんですよ、はい、10月の11日にね、はい、浅草で直樹くんのコンサートあります、はい、ありますよ、浅草、秋の宴、じゃじゃん。そうです。見て、かっこよすぎる着物姿。すごいよね、似合うよね、和服もね。そう、浅草公会堂でやるから、うん、浅草秋の宴なんだよね。そう、そうなの、かっこいいでしょ。これね、ちょっと姫役で隣にいたいわ、本当に。いや、無理でしょ、そんなの。花を添えない、添えられないじゃない。なんかダメか、ダメ。このあの絵の花の方が綺麗だね、うん、残念。多分ね、こう僕たちこれチケットもう取りましたよ、はい、私たちは。皆さんも、ね、急いでください。もしかしてもうないかもしれないから。7月の26日からもう発売してますから、ね、はいはい、もうちょっとないかもしれない。ないかもしれない。急いで。急いで。で、僕たちも見に行きますんで、はい、皆さん僕たちにお気づきだったら、また声かけていただいて、ね、はい。これ、広いより前回ありましたけど、ツアーの時は。1回これ1回公演だけなんで、はい、
またちょっとね、あの、はい、ニーズがこうギュッと絞られてしまうので早めに、ね、ここね、あの浅草公会堂1000ぐらいしか席がないので、はい、あのもうないあるのかな、あ、ちょっと調べてみてくださいね、はい、チケットを、はい、じゃあちょっと詳細を、はい、お願いします。はいはいはい、いや、直木真田2024浅草秋の宴、はい、場所は浅草公会堂です。10月の11日金曜日、オープンは15時半ですけど、スタートは16時半からです。料金は S 席9000円、 A 席8000円、 B 席5000円、配信もします。配信では3500円で見ることができます。もしチケットね取れない方、この配信の方でもぜひ見ていただきたいと思いますので、ぜひご購入ください。一般発売も7月26日から始まってますので、お早めにお問い合わせください。はい、楽しみ。あの、あれですね、あの、もし、うん、あの、ミミちゃんを浅草公会堂で、うん、あの、お会いして、苦情がある方は、言ってくださいね。何苦情って何ですか？あの、何のちょ、たまたまさ、吉幾三のさ、娘だからってさ、直樹君とあの、至近距離おかしくないって、文句言いたい方は、どんどん言ってください。受け付けますんで。何でそれ。多分、横に僕いますんでね。そんなこと言ったら、いらねえなって、今度、ツーショットで撮る写真なんか、絶対あげれないよ。絶対あげないからね、私。とか言って。まあそれぐらい僕たちも直樹くん好きだし、ファンの方と同じ気持ちでこのそうそうそう、ね、でもかわいそうなのかさ、1000席しかチケットがないから、うん、また たくさんの方がね、うん、あの見に行けない方がいますのでね、こんな浮かれてる場合でもないんだよね。で皆さんは行けない方の分まで僕たちも楽しんできますので、はい、ぜひぜひ行けない方は配信で見てください、はい、ください、よろしくお願いします。で続いてなんですけどね、はい、また、うん、ライブ関係です。はい、僕ね、うん、あのこの、この間のさ、7月の28日にさ、うん、ロックオンソーシャルクラブっていうバンドのライブがあったんですけど、うん、はいはい、ちょっとポスター出してもらっていいですかね。はい、皆さんご存知、はい、でしょうか。男組です。そうですね、はい、名前を変えて、そう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 、はい、あの2人ね、あのプロデューサーであり、うん、ギタリストの方とキーボードの方入れて、うん、6人でグループ作って、あのロックオンソーシャルクラブっていうのをやったんですけどね、もうすんごい良かった。すんごい良かった。良かったの。これね、僕見に行ったのはね、うん、名古屋のね、うん、なんだっけ、センチュリーホール、うん、名古屋センチュリーホールってとこ見に行ったんですけど、ここって実は、うん、成田昌司くんの地元なの。へー。まさに学区内に。名古屋の方なんですね。そう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 。うんうんうん、で学区内にあるから、僕も実はその成田昌司くんと、うん、あの三つ違いの同じ小学校中学校。あら。先輩なの。先輩なの。今年が先輩でしょ。先輩なの。僕の先輩なの。でさ、一応さ、僕たちさ、うん、あの紅葉さんね、みゆちゃんに頼んで、はいはい、紅葉さんからチケットと頼んだので、一応関係者席みたいなね、うん、席取っていて座ったらさ、横見たらさ、あれ、あ、うちから徒歩10分に住んでる同級生来てた。成田昌司君の同級生がいるの。あれ、隣見たあれ。僕の同級生でやっぱり成田昌司君と同い年 その僕の同級生の弟がいるわけよ、うんうん、あれって周り見たらみん なんか結構見たことある、みんな見たことある人たちがいっぱいいて、地元の人が地元の人結構そう。そしたらさ、その隣にさ成田昌司君の奥さんまでいてさ、すごいのよ、ね、そう。それでね、もうなんて言うんだろう、あ商店街の中から手振ってくれてる。 そうそれでさ、もうすごいのファンの方々、うんうん、もうね、オープンした瞬間から、オープンにあったのバンドが始まった瞬間から、はいはい、ずっとスタンディング、うわーってスタンディング、最後の最後まで。もともとそのね、男組の時からのファンの人ももちろんいるでしょうけど、うん、はい、また再結成して、はいはい、今からまた、はいはい、ね、ファンになっている人もいますし、うん、すごい盛り上がりだったと思いますよ。すごいのよこれね、うん、あれミミちゃん見に行くんだったっけ。ツアーですから、東京も来ますから、私も行っちゃいますよ、東京武道館へ。ちょっと詳細、ね、まだね、あとね、はい、3分の1ぐらい残ってんだよね。そうなんです、はい、まだ、はい、7月の10日から始まって9月の13日まで全国ツアーを開催中です、うん、8月21日石川県に行きます。石川県北陸電力会館本田の森ホールかな。そうです、そうです。23日が新潟県民会館、30日が高知県民文化ホール、31日が香川県のサンポートホール高松大ホールで、9月に入りまして3日が埼玉の大宮ソニックシティ、5日が宮城県の仙台サンプラザホールで、12日13日が東京の日本武道館と。私は武道館に12か13どっちかに行くんだよね。そうです。
うわすごい料金12,500円、これスターの金額だよね、これ矢沢永吉さんの金額だから、これ本当にすごいよね。でも実は、うん、東京にずっと住んでますけど、うん、武道館のこういうライブ見に行ったことないんですよ。ま、すごいよ、初めての武道館が、うん、男組、男組って言っちゃいけないんだ、ロックオンソーシャルクラブ東洋さんを見に行きます。あのさ、僕たち紅葉さんとかとさ舞台でご一緒させていただいたりして、うん、はい、なんかすごく気さくでさ、はい、ちょっとふざけたことをよく言うようなさ、はい、すごくお茶目な方じゃない。だからさ全然なんか役者仲間な感じなわけじゃん、うん、まして僕だと年下だからさ、うん、今回ライブ見に行って、うん、あ、紅葉さんってスターだったんだ初めて感じて。そうですよね、うん、だって私やっぱり小学校中学生ぐらいかな、うんうんうん、あのタイムゾーンでテレビでもうしょっちゅう見てて、はい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 、で、まあ、某事務所でね、はいはいはい、キャーキャー言うファンの人がいてっていうイメージなので、はい、うんうん、自分が大人になってから、うん、あのだいぶね30過ぎてからご一緒してるので私は、はあはあ、舞台で。そうだよね、はい、でその時にもとても気さくな方で ね、一緒にご飯連れて行ってもらったりとか、みんなでこうワイワイ騒いで。ミミちゃんはじゃあ何、うん、初めて紅葉さんと舞台立ってご一緒した時に、はい、あ、男組の前田紅葉だって思った。思いました。思いましたけど、喋ってみたら本当にあの気さくな人だったんで、ね、なんかこうあんまりこうなんだろう距離がを感じないというか。そうだよね、すごくとても素敵な方です ね、うん、だから今回武道館見に行くでしょ、うん、改めて、あ、前田紅葉さんってスターなんだそん気づくから。気づきますかね、やっぱすごいよ、もうかっこいいし、気づいちゃう。だから今度会う時ちょっと、うん、あ、紅葉くんとか紅葉さんじゃなくて、あ、前田紅葉さんってこうなんか態度が心と変わっちゃう、変わっちゃう感じ。それぐらいかっこいいのよ。楽しみだな。すごいのがさ、センチュリーホールってさ、うん、3000人入る劇場を 2days、はい、2日間で4公演やったのよ、はいはい、それねほぼ満席だから1万2000席だから1万人以上集めてて、うん、なおかつその公演の2週間後、8月13日にさ、うん、またすぐ地元のね、うんうん、金山にあるあの名古屋市民会館、今なんか日本特殊東業会館の大ホールってやっぱり2500人ぐらい入る会場があるんだけど、うん、2週間後にまたそれやって満席だったんだ。あらま、やっぱ男を見てくれたの、ロックオンソーシャルクラブ、めっちゃ男組言ってるけどロックオンソーシャルクラブやっぱすごいんだな、すごいな、ね、はぁ、楽しみだな。ミミちゃん言って、これね、ミミちゃんが今出た、うん、しくも、うん、タイムゾーン、うん、まあ、まあ先に言っちゃうんだけど、うん、最後、うん、アンコール後に4曲歌うんですよ、うんうん、まあ、それ構成はそのあれでまたツアーの中で変わるかもしれないから ね、 変わるかもしれないからね。4曲歌うんですけど、ネタバレになっちゃうな、大丈夫、いいのよ、そういいから、興奮するから絶対4曲、うん、実は最後のアンコール曲4曲全て、うん、男組時代の曲、マジで、その一番頭にタイムゾーン来んのよ、もううわーってなるから、マジで、ちょっと、うん、ちょっともう一回聞き直そう、男組のアルバムを、アルバム聞いてアホになれるから、もう一回ちゃんと購入し直して聞こう、うん、はい、じゃあぜひ皆さん、はい、多分ね、あのチケットピアとかの、うん、ね、ネットで見たら、うん、もう完売してる回もあるんですけど、何個かまだお席空席ありますの、うん、出てましたから、今からでも遅くないんで、ぜひぜひぜひ、はいはい、行ってみてください、はい、そして、はい、そして、はい、次は舞台の宣伝なんです、これ。おうほうほう、あのね、あの名古屋なんです、これ、はい、名古屋の、ね、この今やってる放送局の地元の名古屋で、うん、はい、戦争を語り継ぐ演劇公演第11弾、うん、舞台山並という、ちょっとチラシ画像を出していただいていいんですよね。そうそうそう、これなんですけど、うん、これ毎年ね、このいわゆること終戦記念日界隈で公演を打ってらっしゃるんですけど、ね、うん、はい、名古屋市文化振興事業団がやられてるんですけど、はい、もちろん地元の東海エリアの役者さんたちがね、うん、すごく熱のこもったお芝居をされてるんですけど、はい、これ宣伝してくださいって ご依頼いただいたので、うん、ちょっと宣伝させていただいてるんですけど、はい、ついでにね、動画もいただいたんですよ、うん、告知動画、ぜひぜひ、はい、ちょっと告知動画見てみましょうか、はい、どうぞ。ぜひでやるわ。いつかの、あ
今話してた。そんでもおめえ、そう、いちいち気にしだしたら、きりないですよ。あの音は、B だかい？もう、五冊目なんだね。我はどうでもない猫で金つくかや！もう、10日もすれば、僕もどこかの戦場で銃を構えてるかもしれない。どうもね！というですね、作品なんですね。僕ね、実はこのね、うん、舞台去年第10弾見に行ったんですよ。はいはいはい。でこれね、実は作演出家の伊藤圭さんって方がね、うん、実はもっとしっかり取材をされて、はい、書かれた脚本で演出してこの舞台にされてるからね、うん、舞台じゃなくて映画なんだっけ、戦争の悲惨さとかがねしっかり描いてて、僕去年ね最後ね泣いちゃいました。素晴らしい舞台だったですね。いやでもやっぱりね、戦争を本当に語り継ぐ人がいないと、うん、いなくなる前に語り継いでいかなきゃいけないから、うん、やっぱりこういうのを毎年やってくださってる人たちっていうのは本当にありがたいですよね、うん、本当にね、僕たち戦争を知らない世代にも、うん、あ、戦争ってこんな悲惨だからなとかね、今こうやって平和でいることが普通じゃないっていうのはね、うん、もう今世界でもいろんなことありますけど、すごくそれをね感じさせていただけるので、うん、本当お子さんも見に行けますので、うん、もしご興味ある方見に行っていただきたいんですけど、その詳細の方、はい、ちょっとビビちゃん、はいはい、今ねちょっとスタッフさんが、ね、スタッフさんがね、うん、スタッフさんが今前に来たのにそれ振ったらスタッフさんできないでしょ。詳細の画面よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では戦争を語り継ぐ演劇公演第11弾、はい、山並み作は木下純一さん、演出は伊藤圭さんですね。会場は名古屋市東文化小劇場、日程は、8月23日金曜日、24日土曜日、来週末ですね。そうですね、はい、11時公演と16時開演の2回ですね。料金は前売りで3500円、当日4000円、大学生以下は前売り2500円、当日3000円となっております。インターネットアーカイブ配信もしておりまして、8月の25日から9月24日まで料金2000円で見ることができます。実はですね、みーちゃん、はい、この舞台ですけどね、はい、あれなんですよ、今まではその伊藤圭さん、はい、演出家の方が、はい、自分で脚本書かれてたんですけど、ああ、そう言ってましたね、そう、で今回からは、うん、90歳のご高齢になって、ああ、そうなんですか、事細かな取材をするのにちょっと体力的な問題があるからっていうことも含めて、うん、初めて、うん、別の方のシナリオを使うんですけど、うん、その別の方のシナリオを使ってもこれを公演したいっていうぐらい、うん、多分本だと思うんですけど、うん、とっても素晴らしい作品なんじゃないかなと僕すごく期待して、僕も今回見に行きます、はいはい、あとですね、我らが準レギュラー、はい、準レギュラー池戸洋平さん出てます、はい、ねえ、もうこの番組にもゲストで来ていただいてますけども、はい、そうです、写真を出していただけますでしょうか、はい、出てこないか、出てきました、出てきました、池戸洋平さん、地元の、ね、東海エリアのタレントさんで、はい、まあ、声を聞いたら誰もが分かる、うん、ゴゴスマのね、ナレーションとかされてる、このとても素晴らしいいい声ですよね。いい、私たちのゲストで来てくれた時隣で聞いててすごい心地よかったです。みーちゃん声フェチだもんね。声フェチです、ね、素敵な声で、そうそうそう、本当にとも皆さんも方々、実は洋平さんってもともとは、ね、役者志望だったんですよ、はい、ずっと役者やられててとってもお芝居素敵で、僕今まで名古屋にもう1年半前に名古屋で住むようになったんですけど、それまで4回洋平さんが出演されてる舞台見に行ったんですけど、うん、やっぱね、洋平さんやっぱ素敵な役者さんだなと思いましたね。今回のこの山並みは、池戸さんは、前回も出てらっしゃるんですか。前回も出てらっしゃいました、うん、第10回もずっとね出てらっしゃってて、ね、洋平さんはもう本当に役者はもうライフワークだから、うん、もう本当にそんな、なんていうの、タレントの方は仕事なんだけど、うん、役者の方はもうライフワークだから、うん、もうお金のこと考えずに素敵な作品に出たいからって言ってこう出てらっしゃるみたいなんですよね、うん、はい、とっても素敵な映画で舞台だと思いますんで、ね、はい、もう来週末ですからね、来週末ですからね、はい、当日だとちょっと500円アップするので、うん、ぜひね、前売りで皆さんチケット買っていったらお得だと思いますので、はい、ぜひ、ね、はい、行ってください。続いてはですね、はい、続いてはどうしましょうか。宣伝ではないんですよ。うん、何でしょう。たまたまね、はい、先月、うん、見に行った映画があるんですよ。
はい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 、あの今名古屋、僕あの 地元のねサンミュージック名古屋さんってとこでお世話になってて、うん、そこのマネージャーさんから連絡あって、はい、こういう映画があるんですけど、うん、あの見に行ってみますかなんて言われて、うん、見に行ったの、うん、でなんかインディーズの映画だし、うん、いつもだとさインディーズの映画さ結構調べてから見に行くんだけど、うん、今回もあんま期待せずに見に行ったらこれが意外といい映画だったね、じゃあ頼まれてないけどイダレが良かったからここで宣伝するということですね。タイトルはね勝手に宣伝、そう勝手に宣伝申し訳ない勝手に宣伝、勝手に宣伝、はい、映画のタイトルはこれです、はい、神と恩送りっていう作品なんですけどね、うん、これがね神と恩送り、はあ、あでも天っていうことは続くみたいな感じなんですかね、これねタイトルに天がついてます ね、 そのなんかそういう意味があるんだけど、これねあれなんですよ、出てる女優さんが元 HKT48 の、うん、なんだっけあの方あの 中西千織さん、はい、と、うん、女優のね梅原さゆりさんって方がやってる、あとさゆりさんって方がやってらっしゃってダブル主演なんですけど、うんうん、で原作脚本監督はねおとぎはやとさんっていう方で、そのこの方ね役者さんでもあり、うん、映画監督もやられてる方でまだ26歳なんですよ、若っ。そうで見た時にさすっごく初々しいね、若々しい、キャストもそうだし撮ってる監督もさ初々しい素敵な作品で、でこう絵作りとかもね、うん、もうとってもね上手にやってらっしゃって、これちょっと皆さんに見てもらいたいなと思う作品だったんですよね。なるほど、はい、神と恩送り、恩送りでこのテーマもとっても素敵で、はい、あちょっとこれ特報動画あるからちょっと見てみる、うんうんうん、ぜひぜひ、じゃあちょっと特報動画どうぞどうぞ。成功に導いてくれるそんな力があるらしいです。みえちゃんっていい顔してるよな、すごいですよ。私超能力者なんだよね。超能力者って本当にいるんですね。受け入れ早いな。神様は願いを叶えると願い人以外の記憶から消えてしまう。私は海の美優、よろしくね。お母さんとは話せた。美優さん、フレアさんですね。繁盛するかな。退院したら作り方を知る。今なら最後の晩餐がラーメンでいいです。じゃあ問題です。なんでビールは冷やして出すの？ビール冷えてます。わざわざ分かる？秘密に気づいたかも。人間の死亡率って 100% なんですよ。みんなで来る海っていいですね。心を落ち着かせて成功に導いてくれる力があるらしいです。変なこと聞いてもいいですか？何？朝からミュウさんって神様ですか？いい映画っぽいでしょ、ね、高橋美子さんも出てます、ね、高橋美子さんも出てて、もういい感じでね、いい作品のねいい脇を固めてらっしゃいましたね。これちょっとあの、はい、勝手に宣伝なのでちょっと詳細はないんですけど、ね、ないですね、はい、あの多分ねこれあのあれなんですよ、あのホームページ調べたら多分配給宣伝がついてないので、うん、いろんな会館でやってる感じで、なんだろう、多分配信とかにもしなったら、うん、ぜひご覧になってください。もうお近くの多分会館とかにもし来ても、うん、なんかねあのとっても素敵な映画でした、はい、テーマがとってもいい映画でしたね。じゃあちょっとネットでこう調べてみてください、はい、ぜひご覧になってくださいね、はい、そして、はい、これ最後になっちゃうんですけど、はい、またこれ宣伝なんです、はい、ちょっと時間ないからねスピードアップ、はい、はい、これね、林家豆平さんの真打ち昇進披露記念落語会っていうのがね、はい、今週末やっぱあるんです、はいはいはい、あの林家あの正蔵師匠、はい、あの小武平さんね昔 の、はい、のお弟子さんなんですけどね、はい、たまたまねあの温泉芸場にね豆平さんいらっしゃった時に、はい、たまたま一緒にお食事行ったんですよ、はい、公演後に。その時の写真がこれなんですけど、あらま、はい、あの左から林家花平さん、うん、林家豆平さんで、して僕で飛んで林あんこさんできたくんなんですけど、お食事行った時にねすごく仲良くなって、はい、あの今度こういうのやるんですって言ってたから、うん、あじゃあ宣伝ぜひ宣伝させてくださいって言って、あいいですね、っていうことでね、はい、宣伝させていただいたんですけど、はい、させていただいたんですね今ね、はい、させていただいたんです、はい、
なんか言葉おかしくない。おかしいね。そうでもね、豆平さんね、はい、実はね名古屋出身なんですよ、地元。そうなんですか。はい、そうそう、それで名古屋でこの昇進記念のやつをやるわけですね。はい、はい、ちょっとね詳細も時間がないので、うん、みゆちゃんちょっとお願いします。詳細の方はちょっと、わかりました。今ちょっとまたスタッフさんがね、はい、はい、じゃあ詳細を出していただいて、林山豆平さんの真打ち昇進記念落語会、こちらですね、林山豆平さん、林家正蔵さん、林家武平さんご出演です。ウィンク愛知5階小ホールで8月24日土曜日、会場が13時、開演が14時です。前売りは4000円、当日は4500円となっております。問い合わせは株式会社オフィス松葉まで、050-3497-5500 までお問い合わせください。落語ね、あんまりあの見たりしたこと、聞きに行かれたことない方いらっしゃると思うんですけど、まあ、近いのが面白いです。また正蔵さんも出ますね。正蔵さんがすごい素敵な、ね、そう枯れてきてね、もう60円なんてとっても素敵な落語を話しますからね、うん、ぜひ皆さん、はい、ウィンク愛知の方に足をお運びください、はい、というわけでまた今月ももう終わっちゃいますよ。あっという間に喋っちゃったね、はい、残り1分でもう切っちゃってるから、ええ、あの次回のあれを出して、そうです、すみません。じゃあ、はい、次回は、はい、9月15日日曜日、同じく第3日曜日の夕方5時から5時50分です。はい、また来週も、来週でいいや、来月も皆さん見てくださいね。はい、じゃあまた来月ね、頑張ろうぜ。はい、さようなら、さようなら。